ライアン・アダム・スピルボーグスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ出身の元プロ野球選手。ライアン・スピルボーズとも表記される。日本での登録名は、スピリン、ユニフォームのセネームはスピルバーズ。カリフォルニア大学サンタバーバラ校から、2002年の MLB ドラフト7巡目で、コロラドロッキーズに指名され、入団。 2005年7月16日にメジャーデビューを果たした。2006年にメジャー初本類だ。2007年は AAA で開幕を迎えたが、スティーブ・フィンリーの対談に伴いメジャーに最昇格を果たす。同年のワールドシリーズには、当時の同僚だった松井和夫らと共に出場した。2008年は、マット・ホリデー、ウィリー・タベラス、ブラッド・ホープに次ぐ。 第4の外野手だったが、2009年に、ホリデーとタベラスが対談すると、二人に代わって、精査抑止の座を得た。ロッキーズ時代2012年は、シカゴホワイトソックステキサスレンジャーズのマイナーでプレイし、同年オフにフリーエージェントとなる。同年12月7日、埼玉西ブライオンズが、獲得を発表し、同月29日。 登録名を、R ・スピリーとすることが発表された。2013年は、外国人登録人数の制限もあり、開幕1軍登録から漏れて2軍スタートとなった。その後、ホセ・オーティズの打撃不振によって4月11日に1、軍へ昇格し、4番、指名打者あるいは右翼手として起用されたが、打率が2割前後と低迷したことから、 復調したオーティズと入れ替わりで5月4日に再びに軍へ降格された。10月4日にウェーバー工事にかけられたことが球団より発表され、同月11日に NPB より自由契約が公示された。その後、現役引退。引退後はルートスポーツのロッキーズ担当解説に就任した。父親がベルギー人、母親がグアテマラ人である。 子供の頃テレビで放送していた日本プロ野球の番組がお気に入りで、中でも山森正文の曲芸キャッチが印象的であると語っている。背番号19がこだわりで、大学時代のコーチであるエリック・ピンター氏が着用しており、恩人の背番号と思い入れを語った。なお、西部で野手が背番号19をつけるのは1980年の 野村克也以来33年ぶりである。ライアンスピリーに関するカテゴリー、ありがとうございます。